9月18日金曜日。今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田康二の OK 工事アップ。ーーップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田康二です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新業市香です。日本放送飯田康二の OK 工事アップ。この後8時まで生放送です。 さあ,あ冒頭まず電車の情報が入ってきておりますはい JR 外房線は時計機と本田駅の間で発生した人身事故の影響で千葉駅と茂原駅の間の上下線で現在運転を見合わせています JR 東日本によりますと運転再開は6時40分頃の見込みですご利用の方ご注意くださいうんまああのー、ねちょっと通勤通学に影響出るかもしれませんのでんまたこれ情報入り次第、えー、お伝えしてまいりますまあ外房線と 待っちゃうとなかなか他へ逃げるっていうのが難しいんだねでよね、えーえー、情報入り次第お伝えしてまいりますさあ、えー、9月18日先ほどねあの番組が始まる直前に、うんえー、この後の番組のあなたとハッピーの <laughs> おー宣伝が入ってましたけれども、はい、そうなんです、えー、内田あ新人アナウンサーがいよいよ今日デビューという、はい 山さんはデビューの時を本当ですよね。いや、でも、ね、えー、井田さん覚えてます私あの、7月15日の開業記念日に、はい、あの、デビュー戦やるぞっていうことで、なんかその印象がすごいあったんだよね。<ー>また、あの、こう、この会社ができてね、 今年というか、あの、ここ最近65周年やったじゃないですか。やりましたね。はい。私、あの、今が入社16年目なんで、入社した時って50周年だったんですよ。<ー>で、結構大きな節目で、大きな特番やってたんで、で、そこでデビューだっていうこともあり、なんかすごく覚えてはいるんですよね。うん、ええー、ただ、あの、おまあ、当時ですから、えー、電話リクエストをバンバン取って、で、思い出と共にリクエスト曲をなんて言ってね、で、テレホンセンターって言って、あの、オペレーターの人がずらーっと並んで電話の前で、こう、取<ー>るみたいなのをやってて、 で,、ええ、でそのテレフォンセンターから、えー、中継をするという <laughs> まあせいぜい1分2分で様子伝えろって言われたのになんか結構なんか舞い上がっちゃって喋っちゃって <laughs> でそしたらあのテレフォンセンターで大体あの生放送スタジオの真横にあるわけですよそで,す、ね、でそうすると生放送スタジオで全体を統括してるディレクターがですね、えー、そのスタジオでむちゃくちゃ怒ってて, <laughs> ないって新人のくせに押すんじゃねえ <laughs> <ー> <laughs> ものすごい怒られたっていう、ね。ういきなりつまずいた印象しかないっていうね。<laughs> 覚えてる。覚えてますよ。私、あの鮫洲駅の近くで中継して。うん、あの一週間中継を。まあ、するっていうので、最初先輩の五ノ部アナウンサーと一緒に、月曜日から木曜日まで一緒に。 やららせてもらってもって、うん、金曜日は独り立ちですって言われて<ー>その場所が鮫ズ駅の近くの、うんまあ、とある駐車場だったんですけどすんごい緊張してもう, <laughs> そうだよゃ、ね、もうもなんか本当に何喋ったか覚えてないんですもん本当にああそっか中身は覚えてないよねもう本当終わった瞬間なんか安心してしまって、うん、終わってからもう泣いちゃいましたね。 終わっから泣いた安心して今、緊張してる最中なんでしょうけどね内田頑張ってもらいいた内田祐希アナウンサーこのあとあなたとハッピーで天気予報の中継でデビューをします大体10時台っていうふうに聞いてますけれどもいろんなサプライズもあるかもしれないんですけどもね、ぜひお聞きいただければと。なんといってもさ、ディレクターがやりたい放題の人だからさひどいんだよ、この庭っていうディレクターがやってるんだけど。 こらこらいやだって俺一緒に番組やってた時にさ勝手に、あのー、自分俺時計をプレゼントに回されたことがあってさえ飯田さんの時計をですかそう私物の時計を、えー、仮眠室に置いて忘れてきちゃってでそれを仮眠室の人が生放送スタジオに持ってきてくれたのよはい、はい、夕方の番組やってた時にでそしたらあのそのまんま時計を私に渡すんじゃなくって、えー、パートナーで一緒に会った松本秀夫アナウンサーに、はい、耳打ちをして「これこれプレゼントにするからよ」って言って。<laughs> 今日はプレゼントがございますなんて言って、この時計ですなんて、いい時計ですねちょっと待って、それ俺見たことあるぞみたいな。 ということをしやがってですねしやがってても、えー、名指しでも <laughs> まあもうあの10年以上前の出来事です,あいますね,あね <laughs> 今,今ちょっとちらっとね見ていきましたね, <laughs> ね <laughs> いやでもまあ新人ね一挙手一投足が注目されるという意味ではですね、えー、新しく総理になった人っていうのも、まあ、当然あの総理になりますと、えー、総理同棲といって一日の、まあ、大体のスケジュールがですね全部新聞にも載るんですね、はい、翌日に、うん、であの菅さん、えー、おととい16日の、えー、国会で、えー、主犯審 を受けて総理大臣になってますんで、まあ、あのー、そこから総理同棲が、だからあのー、16日の総理同棲を見ると、ですね午前中午後1ぐらいまでは安倍さんの総理同棲が乗ってて、うんで、午後から菅さんの同棲が乗るという形になってるんですよ。<ー>だからねあのー 完璧な形での総理、菅総理の動静って、えー、昨日の動きを乗せている今日の長官っていうのがですね、えー、一番新しいと。でもね、やっぱメッセージ性があるなと思うのが、うんえー、昨日の菅総理の一日っていうのを見るとですね、えー、6時42分官邸、えー、官邸内の敷地を散歩、7時25分東京永田町のザ・キャピトルホテル東急、同ホテル内のレストラン折り紙で、選挙プランナーの三浦博士と会食。<laughs> メッセージ性が一番最初 に会食でで選選んだ人は選挙プランなんですよこの辺っていうのがね一体どうなのかっていうこういろんなこう想像をかき立てられてしまいますよねどうしたって、うん、えやっぱ解散がどうなるとかそういう話もあるのかなぁとただねこれあの総理同棲ってあの同棲に乗る乗らないっていうのはこうあの場合によってはですね特にあの官邸の中で誰かと会うっていうと、うん、あの。 記者たちが、えー、見えるところの動線を使うとあこの人が入ったなとかってのは分かるわけですようん、うん、ところが官邸にはいろんなルートがあるらしくこれ官邸の中で働いた高橋洋一さんとかに聞くとですね<う>、えーえー、いやそんなもん裏の動線使えば総理同線に乗らない形で人に会うことはできるんだよっていうふうに言っていたんで裏のそう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 だからそれを使うと、あのー、全く総理同線に乗らない形で会うとかっていうことができるというで いうことを考えるとですね、あえてここで載せてきたっていうのは、いや、菅総理一体どういうメッセージなんだろうねとか、まあ、あの、そういうのをこうね、えー、今日コメンテーターは末信義正さん、えー、テレビ朝日政治部長も務められて、今は東海大学の教授でいらっしゃいます。あのー、どうなるんだろうねっていうこのあたりのね、えー、今後についても占っていただきたいと思っております。 あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。ニュースについてのご意見お待ちしております。今朝のコメンテーターは、東海大学教授でジャーナリスト、末信義正さんです、えー。取り上げるニュース、まあ、菅新政権を様々な角度から見ていくということになりそうです、えー。デジタル庁、2022年4月までに創設の方針というニュース、それから、まあ、本格指導、 改革ね、縦割り110番なんていう話もありました。えー、そして、一方でアメリカ大統領選、世論調査を見ますと、バイデン氏が9ポイントリードです。えー、キーワード、衆院解散。そして、アメリカと中国の二国間投資、えー、2020年上期は9年ぶりに低い水準と。まあ、そこから、まあ、米中の今後、日本はどうするというあたり、外交についても聞いていきたいと思います。 今週は番組オリジナルマスキングテープを毎日3人の方にプレゼントしています。ポッドキャストでお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。番組のホームページのプレゼント応募フォームから住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。ここが気になる。 経済関係で昨日ニュースが入ってきましたが、昨日と一昨日日銀が金融政策決定会合を開いております。まあ、あの日銀の、ね、今後の方針を決めるという、えー、意思決定期間であります。で、えー、3時半からですね、えー 日銀の黒田総裁の会見も行われました。まあ、あの、安倍さんの政権下で、えー、黒田さんは総裁になったということで、まあ、安倍さんがこれ退任するんで、えー、黒田さんどうするんだ、というようなこと、まあ、マーケットでは一部ですね、いや、巣は退任か、みたいなことまで言われてたんですが、それは明確に否定をしておりまして、えー、2023年まで任期があるので、その任期まであと、2年半ぐらいあると、えー、全うしたいというふうに述べております。で、まあ、その上で、当面の金融 政策運営についても発表がありまして、まあ、基本的には変わらずという感じになっております。あの長期の金利と短期の金利を、まあ、操作していくと、あの短期金利は、えー、マイナス0.1%というマイナス金利を適用すると、要するに、えー、日銀の当座預金に、まあ、お金預けとくと損しちゃうから、えー、自分のところでどっかに貸なりして、どんどんお金は回した方がいいですよということをやり、で長期金利、まあ、これ大体10年ものの国債の金利 金利っていうのが一つの目安になりますけど、ここについては、えー、0%程度で推移するように、えー、上限を設けず、必要な金額の長期国債の買い入れを行うと、えー、これ、金利が上がるっていうことは、金利が上がるっていうことは、国債としては、価格が下がるということなんですけど、まあ、そう、価格が下がってきた場合には、えー、金利を下げるためにです、ねえー、日銀が買い入れるとで、えー、いうようなことをやっていくということなんですけど、 まあこれはあのー、賛成8、反対1というような評決が出ております。これは日銀のホームページにあのペーパーも出てますんで、あのー、知りたい方は詳しくね、えー、知りたい方はご覧いただければと思うんですけど、じゃあこれ、誰が反対票を投じたのかというのも、ですねこの資料の中にありまして。えー 片岡豪志審議員が、えー、反対票を投じたということなんですね。これ、あれ片岡さんというと、まあ、もともと、あのー、リフレ派の論客とも言われていて、私、あの、夕方の番組やってた時にはですね、結構この片岡さんよく、あの、番組にご登場いただいたんですが、まあ、その時から、何しろ、あの、日銀金融緩和すべきなんだと、緩和をして、えー、物価を上げることをしなければ、デフレからは脱却できませんということを言ってた人なんで、あれ、反対ってどういうことだと思ったらですね、えー、日銀のやってることはぬるいんだと、もっと ちゃゃんととととやなななきゃなんないということで反対票を投じたとで、えー、どういうことで反対票を投じたのかも書いてありまして、えー、ペーパー曰くですね新型感染症の深刻な影響を念頭に置くと、財政・金融政策のさらなる連携が必要であり、日本銀行としては金、えー、政策金利のフォワードガイダンスを物価目標と関連づけたものに修正することが適当であるとして反対したということです。まあ、コロナでで先行きかかんないと分かんなないいと中で、えー、このま,ま ま,まだだだとと誰ももも資金金を出しししたたがらなないいい家計そそうう企業お使くよねってこういう時はリスク取れて損してもいいやって言って、えいやでお金出せんのはえ政府日銀だけでしょ。だったら政府日銀でもっとがっちりと手を組んでえ、ガンガンお金出すから安心して使ってくれっていう環境を作るべきだと。で、その時の目安として今は、あの、金利ってものを目安にしてますけれども、そうじゃないと。結局それって目標は最終的には物価。 価を上げることだろうと考えるとあのアメリカの中央銀行 frb が実際やってるんですが、えー、物価目標2%とまあこれも日本もやってるんですけどねで、えー、frb の場合は2%をさらに超えるまで緩和を続けますで、えー、それは2023年までは手緩めないぞというところまでこう踏み込んで話しているとで日銀も そこまでやったらどうですかと。こんな今ね、あのー、物価じゃなくて金利を目標にして、そうすると金利が上がった時には帰れますけど、逆に金利下がっちゃったら、手元にある、う 国債を、じゃあ、市場に放出するって、要するに引き締め政策やるって気ですかというふうになっちゃいますんで、そういうことがないよと、日銀は、とにかく物価上がるまでは一生懸命緩和をし続けるよっていうのを、先々までアナウンスする必要があるんじゃないのかっていうですね、提言をしておりました。私もそれはそうだなと思います。まあ、この辺は、あの、新しい政権とどういうまた政策協定をやっていくのかというところも注目していきたいと思いますが、もっともっとやるべきじゃないかというふうにも思います。 えー、長官隠し一面で取り上げているところもありますし、先ほど6時の頭のニュースでね、新業アナウンサーが読んでくれた中にもありました。えー、磁気ネックレスなどの予託商法を展開しておよそ2400億円の負債を抱え破綻したジャパンライフの事件。まあこれね、結構前からあの捜査だとか、えー、ずっと進んでましたし、あのこれね、えー、被害を受けた方々、まあお金騙し取られたような方々は、あのー、 訴訟したりなんかもしてますんであのお料理に触れて、えー、ニュースになってましたけれどもいよいよこの元会長ら逮捕へということになっております、まあ、ここはあの顧客にレンタル用の磁気ベストとかネックレスあるいは寝具とか、ね、マットレスとか、まあ、そういうものを買ってもらってオーナーになるように勧誘してでそれを他の人に渡したり使ってもらうことでその使用料があなたのところに来ますよと。だからリマは が、えー、結果的にはあ、預金をするよりも良くなるんですっていうようなことでですね、えー、お金を集めたんだけれども、結局その、えー、利回り行かずに、で、その上、このジャパンライフという会社そのものが、えー、その後、負債を抱えて倒産したということで、まあ、あのー、結構ね、年金とかをご高齢の方が、えー、運用ということで、えー、預けていたケースが多かったんで、老後の資金どうしてくれるんだということで、まあ、様々な訴訟も起こって で、あの、これ、この事件をですね、報じる中で、ええー、まあ、同社をめぐってはということで、あの、この山口元会長が安倍総理当時主催の桜を見る会に2015年に招待されたなどで、国会に話題になったと。まあ、この、あの、政界との関係とか、あるいは安倍さんとの、また安倍が、みたいなところで、まあ、桜を見る会、 と絡んでですね、えー、様々に、こう、批判の材料になっていたところでありまして、まあ、それをこう、わざわざ書いてくる新聞が朝日とかね、毎日とか、えー、結構あるんですが、一方でですね、じゃあ、この山口元会長、この方のじゃあ政界工作、一体どういう感じで、じゃあ、その人たちと知り合ったんだろうね、みたいなところ、あそして、えー、集めたお金を、じゃあ、どこにどう使って、えー、倒産したんだろうね、ということをですね、いろいろこう、調べていくと、これ、 すでにですねあの業界紙などが結構前に報じていたりなんかしたんですけれども、あの2年ぐらい前にですねあの業界紙が報じ、そして今日日本消費経済新聞ってところが報じて、えー、去年はあのおととしかな、あの夕刊富士なんかも結構報じていたんですけれどもね、あのこのジャパンライフというところが、えー マスコミの OB なんかをですね、まあ、顧問として雇ったりなんていうのもあったりとか、で、そこら辺からのこう、愚痴聞きで、えー、結構ですね、豪華な朝食勉強会みたいなもので、えー、人脈を広げようとしていたと。で、えー、これがなぜわかったかというと、なんとですね、その、えー、朝飯勉強会みたいなものを、こういう人に会いましたみたいなビラを作って、えー、それを、こう、顧客に、 ばらまいてですね、えー、うちの会長はこんなこともやってるすごい人なんです。だから信用してくださいっていう感じで、えー、勧誘等々にも使っていたっていうことがあって、これ、で、しかもそこに結構お金を使ってたんじゃないかと。だから、あの、騙し取られた人たちにしてみればですね、その人たちにお金返してもらって、 我々の弁裁に当てななさいいいよよというようなことととうううここもあったということです、まあ、今後、試食の手によっていろいろ捜査が進むんでしょうけれども、このマスコミホビールートっていうのを全く口をつぐんでいるっていうのは、まあ今後ね、捜査の行方によってはそれが出てくるのかもしれませんけれども、ちょっと注目していきたいと思っております。 さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、ジャーナリストで東海大学教授、末延吉正さんです。おはようございます。おはようございます。おはようございます。おはようでざた。お疲れ様でしおいます。いやー、あの、調べてみたら、あの、2019年のお正月に、うん、来ました。ちょうど、あの、箱根駅伝の時に、あれ以来と、あの時そうですよね、東海大の僕は東海大が、はい。明日逆転、うん、うん、って言ったら、そうそうそう、予言通りになったっていうね。盛り上がっていい年です <laughs> <laughs> ありがとうございますこんなふうになるとはね本当2020年ね <laughs> 本当に今年は <laughs> もう気が付いたのがね <laughs> 本当もう9月も半ばまで来たって感じですもんね逆に言うともう今オンデマンドオンラインでしょうんそれが普通になってきちゃった確かに変わりましたね今日もよろしくお願いしますよろしくどうぞ7時代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げますでは最初のニュースこちらです デジタル庁2022年4月までに創設する方針。 平井デジタル改革大臣は昨日の記者会見で行政サービスのデジタル化を一元的に進めるデジタル庁について2022年4月までに創設する方針を表明しました政府は来年の通常国会にデジタル庁の設置法案や IT 基本法改正案などを提出したい考えで菅内閣の看板政策の早期実現を目指す方針です 菅政権誕生直後ということで、さまざまな角度から、ね、解説いただこうと思います、このデジタル庁、今日は結構、長官の一面の方とかで乗っけたりしますが、うん、あのこれ、この内閣の一番大きな仕事になると思います。はい、っていうのはあの、菅さんはサイバーセキュリティーもあれ、官房長官で,なるほどで、あれは野党が反対してて、あの意味があんま分かってなくて、はいあの、成立がすごく遅れて、日本は集会遅れ。う で特にこのデジタル化はですね、うんはい、まさに縦割りの役所で、<ー>全部方式もシステムも違うんですよ、気象庁によって、うん、だから、あのコロナの時分かったことは、はい、保険証とかやるのみんなファックスでしょ、そうでしたねちょっとみんなびっくりしたと思うんですよ。で、それはどうなるかというと、予算が縦割りで、はい、つまりどこへ発注するかっていう。 そこにある種の利権があるわけですよ、なるほどだからこれをやって本当に一元化して、地方自治体まで一元化するってことは壮大な実験なんですよ、うんこれができれば一気に日本の国のシステムは変わるんですが、はい、壁は2つあって、壁が2つ、はいうん、1つはそもそも日本の政府はオープンガバメントになってない、うんつまりいろんな問題が出てきたでしょ、はい、あのデータが消えたとか、統計がいいか減とか。 よくこの番組でる高橋由依さんがよく言ってたように、はい、そもそも予算だってどんぶりだったって言ってたでしょみんなが考えているほどねええへへオープンできっちりしてないんですようもうあうんの呼吸日本式 <laughs> だからデジタル化して一元化したら全部オープンなんですよ。はい、例えばアメリカ行くとね まずソーシャルセキュリティナンバー取らなきゃ、はい、それ取ったら銀行で初めて口座できるわけ、うんそ,でそこで自分の小切手、チェックブックを作る、はい、それでクレジットカードを使っても、払うときに自分でチェックしてから小切手を切るわけですよ、うんそこでセキュリティがかかる。 日本は自動で落ちますよねだから詐欺が多いでしょ、はい、でもう一つそれだとなぜガラス張りになるかと,いうと口座とつながるわけですようんオンライン上でで,で日本は今ね、はい、あのー、マイナンバーをねも付きにするので大体、えー、日本はスパイ防止もそうだけどみんなプライバシーがバレるって言ってるけどあれ何かっていうと、はい、要するに税金払ってないねグレーな人がものすごくいるわけですよ、うん、はい えー、だから、これをやるってことは政府もオープンガバメントにしなきゃいけないし、えー、同時に世の中もガラス張りになる、つまり税の,、はいこのね、税務署が調べる収入、はい、こっちの方もオープンになってくるわけですよ。昔、東郷さんとかね、うん、東郷さん、今でもそのままですよあの。サラリーマンは10割全部把握されるけど、そ<う>やっぱ自営業とかだとそ<う>、そうでもないぞみたいなね、うん、そうすると、政権与党の自営業の人たちは、そんなこと。 って言うででしょその辺がずっとあって日本はねよくも悪くもあうんの呼吸、はい、グレーの<ー>バランス社会なので<ー>それがこのことを一気にやるということは社会が大きく変わる<ー>、うん、これを菅さんはずっとその官房長官のときサイバーとか、はい、デジタルの担当でもあったでしょ<ー>で実務をやっていく中でこういう縦割りの壁っていうのが政治を一気に変える。うん、だから 皆さんが国家感を語らないとか言ってくるとこれは国家を変える最大の実験なんですよ。はい、あじゃあボーリングのセンターピンみたいなものなんですねこれ倒れたら全部倒れていくるの、うん、デジタル、ああ、関係ないわ俺興味ないわじゃないんですよ、デジタル化するっていうのは社会をガラス張りするってことなんですよ。 き今日はこれだけ言おうと思ってきた <laughs> い,やいきなりっちっあでもそうなんですね、なんかデジタルってみんなやってたから、みんなやろうとしてたから、あじゃあちょっと便利になるぐらいだよねみたいに思ったら、そんなことないですね例えばね、伊さん、対面授業で僕ら教室でやってたでしょ、はい。今年オンライン、オンデマンドになって、ずっと300人ぐらいの大きなオンデマンドで、授業支援システムにアップするんですよ、ネットに。ということは、それ全部一人歩きするわけですよ。 だから、おそらく全国の大学の先生、そうだと思うけど、改めてデータとかを調べ直して、私は少なくとも今年勉強しし直ました今までなんとなく雰囲気で適当にって言ったらあれですけど、適当とは言わないけど、雰囲気でやってたところはそうでね、例えばここはみんなオフレコだよと、僕の先生の取材ではこうだよって言ってたオフレコとかオンレコ分けれないですよ。だから授業で ネットで伝えたものはすべてファクトなんですよ。うん、これもね、やっぱりなんていうのデジタル化と同じでえ<っ>ガラス張りへ向かった今年はそのステップだったと思うえ。まずはデジタル庁についてお話をいただきました。えー、菅内閣のお仕事ぶりについてはいろんな角度から今日はお話しいただこうと思います。おはようニュースネットワーク取り上げるニュースこちらです。菅内閣が本格指導 国民のために働く内閣をスタートさせて、しっかりとした成果を上げて国民の期待にお応えをしたい、そう思います。発足から一夜明けた昨日、菅内閣は本格始動しました。菅総理大臣は総理官邸に、河野行政改革担当大臣、平井デジタル担当大臣、田村厚生労働大臣の3人を相次いで呼び、 自民党総裁選で掲げた縦割りの打破、デジタル庁の新設、そして不妊治療への保険適用の検討を加速するよう、改めて指示してしおりますなんかもう、いきなり仕事始まってんなぁという感じで、うん、アイドリングなしで一気に来たって感じですねあの河野さんと平井さん、はい、呼んで、デジタルですよね。それから 田村さん呼んでコロナですよ。で、はい、それからそのうちの特に不妊治療の問題もありましたね。はい、これをね、ええ、具体的に仕上げていくっていうことで、来年の通常国会、はい、野党あとはガチンコになりますよ。ああ、この辺のこう法案が全部、うん 出てくるわけですねこれはさっきも言いましたけど、要するに国をデジタル化っていうのは、オープンガバメントを作ることだし、社会をガラス張りにすることですから、一大実験ですよ、これで下から積み上げていって、一気に変えていけば、世の中変わる、その実績を仕事をし、内閣ですから、やってから、だから僕は解散を後ろへ行ってんじゃないかなと思ってそれもそうなんですね。もちろん野党へのの牽制があるから常に 調査してますから解散はいつでするぞと言ってます、はい、だけどこれが普通はね 1>,、ええ、1年先送ったら追い込まれで麻生さんので,で、ね、負けたであの時それをアドバイスした菅さんと麻生さんがそれでおかしくなったと言われてるああ関係がですかあれがトラウマになってるというのが普通マスコミの 解説。僕もそういう解説を前してました。でもよくよく考えると、はい、そこまで引っ張ってって、このデジタルとか不妊治療とか、えー、コロナを収めていく、オリンピックをなんとかやる、はい、そこまで、この低い目線でね、説明しながら積み上げていったら野党を持ちますかね。<ー>で、野党おそらくまた盛りかけ桜ですよ。 あなるほど。だけど、は僕はあれがそもそも間違ってると思って、うん、森掛桜ってのは全部違う問題なんですよ。うん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 。それぞれに全く違う性質。そういうものは、むしろ、あの、佐川さんの答弁が、でたらめだってそこに合わせようとしたんで。当時の理財局長。うん、はい。それも全部、安倍政権打倒のために一部メディアは、紙面作りしたわけでしょ。で、掛け学園のはむしろ、逆で、はい A A 半世紀も僕は大学いるから分かるけど、行、はい、ってびっくりしたのは、<laughs> 門前払いですよ、学校を作ろうとして。はい、獣医学部を新しく作ろうとするとそれ自体が、そんなことを認められるのって話でしょある意味、既得権をがっちり守っていたというのを。うん、だから、ある意味で、あの、11年目から政治献金受けていた石破さんが4原則っていうのを出して、作れなくなった、はいうん、そっちの方が、 むしろ指摘されなきゃいけない話ですよ。ねはい、で、桜はこれ明らかに増えすぎて、えーえー、そんなも、ねうん、ちょっとと思うじゃないですか。うそうすると、本来一つずつ明らかにしていかなきゃいけない。政府も一つずつ答えなきゃいけないけど、はい、なんであ,あなったかってすべて政局ベースになって、はい、で、レッテルの張り合い、えー、でこれを野党は他にどうもないから、特に不妊治療みたいな、はい よくね、みんながやってほしいと思ってるような政策をバーンと出してこられると焦るじゃないですか。うん、うそうするとまた予算委員会でね、わ、はい、ーっと声を大にして同じことを言うわけですよ。えー、この3年4年言ってる。うんで、それはもう野党への支持率にならない。あ<ー>で、だんだん疲弊していく。はい。いつまでやってんのってみんな思ってる。もうすでに思ってますよね。うんでそういうとこで、このさっき言ったオープンガバメントで社会を本当に変える。はい、で、実際これが、 デジタル化が運転免許、も保険証はもうつながることになってますよ、そうすると、マイナンバーといずれアメリカみたいにひも付きで、銀行口座とつながる、えー、まさに透明な社会を作るわけですよ、ガラス張りの、はい、そこまでどんどん社会が動き出したら、えー、同じことをレッテル張りだけ言ってたら、置いていかれちゃうでしょ、えー、もう見えてるんですよ、うそうすると、そこまでやって、オリンピックの後の空気、はい、おそらくどういう形でもオリンピックはやりますから、えー、その後に、 ギリギリで会社やった方がいいだろうと<ー>でその時きおそらくこの間総裁選を戦ったもう石破さんと岸田さんはもう後継に消えてしまってる、ええ、ああ次の世代に移ってますか、うん、だからこの政権で一番ね目立つ役、はいええ、今の既得権を壊す係かか、うん、ネットで大人気の 河野さわ割と動きやすいポジションにしたでしょ。ああ、防衛大臣から変えたって、うん、のは、そこのしかも、一部メディア誤報になった、総務大臣って流れたでしょ。ありました、うん、はい、えー、で、えー、総務大臣外したから、なんかどんどん下がってるって、ある有観視は批判してたけど、はい、そうじゃないんですよ、フリーハンドですよ、壊す方をネットを含めてガンガン発信しろなんですよ。 ああ、そっか、内閣府の特命担当だから、下に何か官僚ががっちり組織でついてるわけじゃない。うん、い彼の皆さんは組織の調整力じゃなくて、はい、発信力の強さですよ。うそうすると、これ実は行革担当ってみんなスーパー出すけど、<え>その後ろに丸ポツでついてる、はい、 規制改革の方が大事なわけですよ。<ー>ここで規制の緩和じゃだめなんですよ。だって規制を残すんだから。緩和は残すことになるから。今まで役所がみんなごまかしたのは緩和ですよ。なるほど。改革という名の緩和だった規制を一気に岩盤規制を壊していくわけですよ。で要するにオープンな社会を作る。その発信力で、何かあったときには河野さんはもう次の総裁候補。はい、菅さんはもともと河野さんにずっと期待してるから。 河野さんやるために、総裁選でやるために、派閥飛び出したりしましたプラス、菅さん頼むよと言った安倍さんが信頼している加藤勝信さんを官房長官、これも総裁候補ですよ、それから最近、悪くなったって安倍さんが褒めてたけど、仕事はできる外務大臣、茂木さん、この人も間違いなく総裁候補、これだけ揃っていく、これを育てながら、こしついてやるんですよ、実務内閣として。そうすると あの石破さんの人気っていうのは、実は地方に誰も来ないときに、東京の人が来て裏話してくるとウケるんですよ、僕だって地方行ってんうんうん、うん、講演して、中田町公ですっとウケるんですよ、そのこととリーダーをどう選ぶかの人気って別なんですよ、はい、特に自民党の党員なんてあれ、職域支部で、大体業界団体ですから、うんその辺がね、まあ、こい言っちゃなんですが、僕も天に妻するようなもんですが、メディアがこの、 30年、40年、僕も40年以上やってますが、ええ、全然進歩してないじゃないですか。<ー>政策、政策って言って、はい、改造とか総裁選ったら急に政局一変と、どうなったのそうそうみたいな。で、ねえ、内閣に名前つけるとしたらっていうのを必ずやる。うん、やる、うんで。しかも自分たちの意見にそぐわないものは、 何でもレッテルを貼って足を引っ張る。うん、もうそれ自体がネットでみんなが他の情報を見られるようになった時にアウトなんですよ。はい、そのほどにメディアは気がつかないと、だから象徴的なのは安倍さんが辞任会見した後、はい、安倍内閣の仕事を評価する人が朝日新聞調査で71%。そうですね。それから共同通信、それから TBSJNN 系列も60何パーですよ。はい、つまり、リベラル左派って言われる、安倍さんをブロックソに行ってきた方の、はい、 データが上がってくる。それはネットの動きをよく見ないといけない。えー、このことは後出てくるトランプさんのことについても言える。はい、メディアそのものが政治プレイヤーになってしまってる。その批判があるっていうことを。 改めて僕は感じましたね本来のところに立ち返れっていうこと、そうファクト、データを使って、自分の意見を言うなっていうそこでもう一個用意していたニュースが、アメリカ大統領選の世論調査なんですよ、バイデンさんが9ポイントリードって出てるんですが、この辺っていうのも、用の東西問わずに、アメリカのメディアも点点点てんですか、これもロイター通信などですから、大手メディアですから、アメリカで起きてることは、大手メディアは政治的プレイヤーなんですよ、反トランプの。だから そこが読めなかったから前回のヒアリー・クリントンさんの日本のメディアみんな間違えたでしょだから僕はよく大学で教える時トランプさんって相当変わってることは確かだけど何でも。 その実態以上にひどく日本では伝えられているところがあるんですよ、そこはね、ちょっと冷静に突き放して、うん、他のネットの世論調査とか、うん、細かく見ていかないと、うん、このロイターなんかの調査で9ポイント、あそう、トランプ負けるのというふうには絶対にならないですよ。うんうんうん ここは要注意ですねなるほど、そうすると、菅さんもそのトランプ政権なのか、アメリカと付き合っていくってことになるわけですねそういうこと、やっぱり11月3日のトランプさんになるのか、バイデンさんになるのか、だけど、テレビ討論やったら、バイデンさんしんどいと思うけど、ちょっとお年でくたびれてるから、だけど一方、トランプさんもね、CDC センターの所長と、ワクチンの、うん、あんなに。大喧嘩してますね。 <laughs> だからちょっとね、焦りはあるとは思うけど、はい、そういう意味ではあのー、今流れてた10月25日とか11月1日の解散ではなくて、はい、そのアメリカ大統領選も見,見ながらで、今積み上げてきた来年通常国会まで予算と、はい、それから年内に例のイージス、アショアのあとの処理と、はい、あの敵基地攻撃の問題、はい、こういうのを決着してね、仕事の実績を上げて、様子を見ながらっていうふうに。 まあ見た方がいいのかなっていう風になるほど続いて教えてニュースキーワードです衆議院解散 もうなんか今日のね、えー、この番組の裏テーマみたいにもなっているキーワードですが、えー、衆院議員の任期満了は来年の10月であります。解散総選挙いつ踏み切るか、様々な記事も出ておりますが、あの、総理同性を見ますと、昨日菅総理は選挙プランナーの三浦博さんと東京都内で、えー、ホテルで朝食を共にしながら意見交換をしたなんていうのが出てきております。まあ、これですは解散かという憶測も出ていますが、どうかというところです。 あの支持率も高い、うん、でこれ、コロナが今はなんとなく収束してるのかなみたいな雰囲気の中で解散しちゃうんかなみたいなことも言われてますけれども、うん、なかなかこれは難しいですかあの三浦さんとね、会、はい、ったってニュースを流してるでしょ流してますよね、これ流してるんですよ、やっぱり。もうこれだけで野党はもうビビりますもん、んやっぱりやるのかなと。で今日読売新聞の一面は 安倍さんのインタビュー出てたでしょ、見出しが、衆参、ダブル選挙を常に考えていたってあるでしょう、総理官邸と自民党本部っていうのは、はい、自民党はあの事務局長選挙の神様がいるんですが、はい、元塾さ,、ね、さんというね、政府・与党っていうのは、いつも調査やってるんですよ、だからいつでも解散・総選挙は常に考えてるんです。 1>, 1年365日24時間、打てる時にいつ打てばいいかで。それをいつも込み込みで政局判断してるんですよ。<laughs> はい、それに対して野党はちょっと緩いんです、その辺が。<ー>もう閉まったり緩んだりで、それで無駄に資金使ってしまったりとか、はい、っていうね、揺さぶられてるんですよ。だから、はい、あの 一つのメディア分析にアジェンダセッティングっていう議題設定機能がある。つまり政治っていうのは誰がアジェンダを設定して引っ張ったかっていう。うー主導権を握るのか。うん、はい。それで言うと、麻生さんがやれやれ言うし、ええ、麻生さんの時にリーマンショックがあって、はいはい、あの時選対副委員長で延期を進言したのが、 菅さ,菅さんで仲悪くなったって言われるでしょ、はい、だけど、そもそも菅さんも選挙大好き人間ですから、うん、で強気の人ですよ。 確かにみんな反対してた安倍さんの2回目を担ぎ出したのは菅さんでしたよね、うん、あのね銀座の焼き鳥屋で4時間くどいてって僕、あの夜電話して取材したからよく覚えてるそうなんでですすか、うん、それは、ね、強気の人なんですよだけどやっぱり安倍政権の,あの安倍さんがドクターストップで引いた後、はい、やり残しを自分の低い目線の実務家 としてですよ、さっき言ったガラス張りのデジタル化で一気にやり残したもの変えていくぞと、厚労省も変えるぜっていう、はい、これをやっぱりやりたいっていう気持ちは相当強い。<ー>それと、今の空気。はい で、解散やると浮かれたっていうふうに思われるでしょう。ああ、このな景気のいいというか、支持率の高い時期に浮かれてやったのかとなっちゃうとらそ、うんうん、らくあんまり仲の良くない、なんとか都知事なんかきっとそう言いますよ。あなるほど、なるほど。<laughs> でしょ、うん、でそういうこと考えると、常に揺さぶりで、こういうニュース流して、準備しながら仕事の実績を上げていって、意外とね、夏は6月から7月の頭は、参議院、あ、 東京都議会議員ですね。都議会議りますよね。公明党はそこやりたくないって言いますね。うん、で、あれがあるでしょ。そうすると、まあ、例えば、9月の総裁選、終わった10月の一番ぎりぎり。ああ、もう任期満了に限りなく近いと思うんでも空気はオリンピックの後と、少し景気もおそらく戻してるでしょ。デジタル化も相当法案通って、世の中の空気は相当変わって、今までのちょっと暗い空気っていうのは、安倍さんに対するね、 うん、盛りかけ、桜っていう形で、一部メディアが、半分ぐらいのメディアが作り上げた、ある種のね、暗い空気だったんですよ、うん、でそれはね、そらくその頃コロナもほぼ収束してるでしょ、はい、ワクチンも来てるでしょ、変わってますよ、空気が。そっちの方がより勝てるかもと、うん、その僕はイメージがあって、その間、でも早めにやった方がいいのかなっていう、うん、で麻生さんも言ってくる苦しいとか。はい で、これを言いながら、引っ張っていくんですよ。はい、はあ。うん、あもやもやっとした空気のまま引っ張っていくっていうのが一番いいわけです、ね、政府にとって損はないですよ。なるほど。いや、確かに気になってたのが、あの、総理秘書官の人事が官房長官からみんな持ってったっていうじゃないですか。うん、これ、え、ってことは自分で仕事する気でいるのかな、この人は。官房長官総理。はい県兼。県総務大臣。官房長官兼総理県総務大臣。なるほど。あの、全部ね、調整最後は自分でやります。 ああ、やっぱそういうそうですか,から。あとは細かく実務のできる専門家が全部配置してあるでしょ。うもう本当に仕事をする。 そういう婦人なんですよ。そういうのマスク目すぐ派手さがないとかサプライズがないとか、僕はそういう質問をしてるメディアがバカじゃないのかと思って、テレビでそう言ったら司会の人ににらまれたけど。にまれたけど、結構怖い顔でね、にらんでしいました。女性怖いですから。まあね、でも本当、いやここから先どういう仕事をして積み上げていくのかっていうのは楽しだから同時にメディアも、もうちょっと勉強して、私も含めてだけど、 変わっていかないと。じゃないと、あの、会見で多分、菅さんバッサリ切りますよね、記者たち縦割りがなぜダメかって、記者クラブは縦割りにしてあるから、情報は縦割りの各役所のキャリア官僚にもらいに行くわけでしょう。うそしたら書いてる方の目線が全然もうずれてるんですよ。メディアを変えない限り、日本は良くならないです、はい。次回も込めて頑張りたいと思います。 速報が一つ入ってきました磁気、えー、ネックレスなどの予託商法を展開し2400億円の負債を抱えて破綻したジャパンライフについて、えー、警視庁などの合同捜査本部は今日詐欺の疑いで元会長の山口高義容疑者78歳を逮捕しました、えー、ジャパンライフ事件山口容疑者逮捕という一報が入ってまいりました、えー、まずは速報をお伝えしました お送りしております OK コージアップワイと私日本放送アナウンサー飯田コウジと新居一華がお送りしています今朝のコメンテーターはジャーナリストで東海大学教授末信義正さんです末信さん引き続きよろしくお願いしますはいよろしくお願いします,ししますあの本題行く前にジャパンライフの件なんですけれども、うん、これねあの山口容疑者逮捕となりましたあの今日の新聞などではこの桜を見る会にこの人を招待してうんのみたいなのがやたらと出てます、ねうん、おそらく野党の人がまたこれで張り切るなるほどうんそうすると、うん あれかかな解散もどんどんん遠乗っかなあー、そっか、解散は国会を招集しなければいけない。解散はだから、もし国会招集が10月の早い段階になれば、まだ解散の可能性あるけど、大体、うん、下旬だって言われてるから、はいあまあ、慌てる材料はないから、ないんじゃないかと思うんですが、それにしてもあの桜はね、はい、とにかく肥大化しちゃって、まあ、人たくさん僕も,もね、若いと僕、鈴木善幸総理の頃総理官の頃 はい、土曜日朝早く行くんで嫌だったけど。<laughs> 50秒ぐらいのね、ローカルニュースになってたんですよ。とにかく、芋煮みたいなごった煮で、なんだか分かんなくてね、誰がどこにいんだかも。だからもちろん、ちゃんとしなきゃいけないんだけど、そもそもゆるゆるのもんですよ。ああ、これもあのグレーのっていうのが。だから僕なんか、あんまり意識したことなかったから、招待状も来たけど、行ったことなかったし、だって早起きして何もないし、なんか面倒くさいなと思って、今だから言っちゃうけど、ごめんなさい、そんな感じだった。 なるほどだからさっきのデジタル化、はい、オープンガバメントオープンソサエティうん、うん、開かれた社会本当にそこになるかどうか、うん、でもそれは税金逃れももうだめですよという。マイナンバーでつなぐだから、うん スパイ防止法もない、何もない、みんな、試験の制限ですよ。だけど、コロナの時だけ、もう早くね、お金を払うっていう保証してね、やれ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 言ってるけど、そんな慌てて本当にいいんですかという、もっと実態が分かったか、腰を据えてね、そもそも立法の精神、どう見るのかってとこからちゃんとやらないとね、空気に流されるのはよくないです。で、この間、別のテレビ局で言ったら、あんまり賛同されなかったけど、司会の人にでもそうですよね。 私の権利、私権の制限に関わることは、うん、やっぱり空気に流されちゃだって、都知事があの都知事選挙の時きずっと大変だ大変だって小池さんが言うと今でもあの声聞くともうあの飲食店の人が景気が悪くなるって言いますよ、はあはあ、ぐらい重要なことですよ。うんだから僕なんか逆に言えばあんなロックダウンしないで、はい、ちゃんとできる日本のグレーの良さもある。ええええ うんこのあうんの国の良さもある。はいはい、ただ、ただ、税のれ含めて、結構日本のその緩いとこはデジタル化で一気に変えなきゃいけない。ここも革命的な変化ですよ。うん。ついていけるかな、僕も。僕らもどうなるんだかっていうね。<laughs> <laughs> さあ、えー、では、本題に行きたいと思います。えー、今日の最後のニュースです。ここだけニュース、スクープアップのゾーン。最後のニュースを、スクープアップ アメリカと中国二国間投資、上期は9年ぶり低い水準。調査会社ロジウムグループによりますと、米中関係の緊張が高まる中で、今年上半期の両国の投資は、えー、9年ぶりの低水準に陥ったということです。アメリカトランプ政権は安全保障上のリスクを理由に、えー、ファーウェイだとか、タン 短編動画投稿アプリ TikTok を参加に収めるバイトダンスに対する圧力を強めております。まあ、こういったハイテク業界の分断に加えて、新型コロナウイルスの流行も影響したということです。 米中関係とその中で日本はっていうところですよね、うん、これはもう、間違いなく米中でカップリングで、やっぱり分断ですよね、アメリカは本気ですよ、本気だから、ペンスさんの3年前の,あのスピーチありましたね、はい、それからこの間のポンペオ国務長官、ニクソン図書館での,、はい、あの全体主義、はい、中国独裁者、習近平さん、許さないって、うんはい、やっぱりね、そニクソン電撃訪中、えー、キッシンジャー以来の関与政策。 関与すれば人権が認められて、オープンな公平な資本主義に近づいてくると言ったのは間違いだったという。これはアメリカの民主党政権、バイデンさんの方も含めて動いてる。とするとですよ、日本が苦しいのは、アメリカの圧力すごいですよ。そういう中で安全保障上は同盟関係でアメリカと組まなきゃいけない。だけど、経済界のかなりの部分はやっぱり中国、手っ取り早く中国とやってきたから、えっていう感じが。 あるでしょう。うだけど、ここへ来て、例えば、イギリスのジョンソン首相なんかは、はい、例の、A A A、あの、英連邦のインテリジェンス仲間、ファイブ・アイズ。情報共有のシステム。ファイブ・アイズに日本ウェルカムって言ってるでしょう。言ってますよね、うん。あれはね、入っておくと強いんですよ。えー、ああ、やっぱ、すごい情報がいっぱい手に入ります、うん。僕は、あの、東海大の平和戦略研究所の所長って仕事やって、何やってるかと,と、はい、モスクワ大の情報安全研究所っていうのはカウンターパート。 で向こうはロシアのサイバーの基礎研究やってるんですよだから諜報機関とも関係あるって言われて結構緊張してるんだけどええ、ええ、そういう意味で言うと日本は本当にぼっとしてたんですよ、はい、だからサイバーの世界、はい、もう24時間こんな教科書もないような世界ですよそれを今慌ててやってるでデジタル化の中の大きな部分そこがあって、はい、で本来サイバーっていうのは、ええ アメリカが作ったね、このパソコンの世界っていうのは、<ー>民生を豊かにするために開発したもんなんですよ。ところが、全体主義の権威主義の中国や北朝鮮やロシアでは、うん、これはね国家がそれは権力を持つもんなんですよ、はい、国家の安全保障なんですよ、うんうん、ここがね、決定的に哲学が違う,んうんうん、だから僕はの大学がモスクワ大統一緒に、はい、あのサイバーセキュリティのシンポジウムやったとき、<ー>日本政府がその提言、直接受け取らないです。 だから研究所である、私的な民間の研究所である、うちの大学の研究所で、はい、こう一旦受け取って、うん、こう改めて研究所として提言しに行くという,うそのくらいある種こう。 気気を使わなきゃいけないところなんですよ。だから。ま繰り返しますが、ビジネスで言うと、中国とっていう、特にだから菅新総理も。ナトアジア版ナトは反対で囲い込みはしないって言ったでしょ言ってますね。確かにね。うん、そこにあの。中国寄りの、はい。どん二階さんがいる。まあだから、それを皆を見ても、安倍さんの弟で、あの、ファ、あの。台湾との関係。もう非常に。 蔡英文総統とも、つきあいの深い岸のさんを防衛大臣に立てた、これは要するに日米同盟の証でもあるし、中国に対する牽制でもあって、早速、中国が反応してますよ,すよ、ね、外務省の報道官が、台湾と公式に関係を深めることは夢夢ないようにっていうふうに言ってますよね、うん。やっぱりコロナの問題で一番頑張った台湾、はい、それを入れなかった中国寄りと言われた w WHO、あエチオピアの。はい <laughs> ええ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 、テドロスという。<laughs> ということで考えると、台湾の存在がこのコロナ禍で一気に上がった、うんはい、つまりまっとうな民主主義での国家としてあるものを、うんうん、その全体主義、権主義でワクチンさえも。 自分たちの,こうなんていうの覇権主義のために使っている中国に許していいのかというところで台湾カードがもう日本ではずっとタブーでねメディアも触らないですよ、報道しないですよ、ほとんどだけれども,もう台湾カードは国際政治の中国を考えるときにもう触らないと分かんなくなってきたんですよ。 安全保障上もそれこそ与那国島と150キロしか離れてないもう一連の拓みたいなもんですよねだから、例の南シナ海が中国の湖になっていいのかと、それは沖縄を含めてね、中国の構成がすごいんですよ、台湾に対する。このことはね、もう日本のメディアもさっきからメディア批判ばっかですが、もうタブーをなくしていかないと、本当の情勢が読めなくなっていく、ここはすごく大事なところでね、そういう中で、この年内に、例の。 イージスアアショの後処理、はい、敵基地攻撃,攻撃,攻撃名前がちょっと刺激的だけど、はい、でもはっきりしていることは縦と矛を完全にアメリカと分けてたのはそうじゃないんですよ、もう日本だって縦と矛の一部、はい、アメリカに任せずやる、やつまりリスクをシェアする関係にならないとアメリカが逃げるぞと言ってるんですよ。戦後ののの日本の安全保障の議論は、はい アメリカに巻き込まれるもんで野党の人みんな行ってきた。今、そんなことないでしょ。トランプさんは逃げたいっつってんだ。まあ、引きたい引きたいですよね。うん、中東からも引く、当然アジアからも引くんだと。いて、いてほしいんならお金増やせでしょはい。つまり今巻き込まれるんじゃなくて、西太平洋からアメリカを逃がさない。 でこれ、置いておくことが大事なんですよ抱きつき論みたいなもんです、ね、でそこで、<laughs> じゃあリスクをシェアする縦と矛の関係になるのかというこの決着を年内の予算編成含めて、この安倍政権が残したものをやっていく、はい、ここも大変な問題ですよ。 そう考えると、安倍さんが最後に出したあの安全保障に関する総理談話っていうのは、ちゃんと読み込まなきゃいけないですね。北朝鮮が書いてあるけど、そうじゃないぞってとこですね。あれは非常に大切な宿題を残したっていうことですね、うんはいえ。今日のスクープアップ、米中の二国間関係、そして日本はどうするというあたり、詳しくお話いただきました。